ゼアノートを倒すには、悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな。うん。今回の承認試験は、目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで、新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことで、これまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。すべてを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれないですね。うん、ヒーロー様、僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。出発だ。行ってきます。どうやって行けばいいんだ？よし、出発しちゃうだよ。前とは航路が変わってるみたい。イエンシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ、どうし、それ、考えてないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。前に言ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら。どう？何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。神が導く心のままに。え？何それ。これまで何度か旅立つとき、イエンシッド様が必ずボソッと言ってたよ。そうなの？聞いたことある？空耳だったのかな。鍵が導く心のままに。やってみるよ。オリンポス目指して出発だ。まもなく夜空の惑星が一直線に並ぼうとしていた。
ハデスは18年温めてきた計画をついに実行に移そうとしていた。そもそも運命の女神たちが予言したオリンポスの鳥の未来はこの時が示されていた。ハデスは考える。テラやクラウド、アーロンが現れたことで計画を早まったことが失敗の原因だったのだ。そしてついに惑星が一直線に並ぶ。惑星直列から放出された闇のエネルギーは牢獄に閉じ込められていたタイタン族を次々に解放する。さらにかつて空に倒されたタイタンたちまでもが復活を果たす。ハデスは復活したタイタン族にゼウスへの復讐心を煽り、オリンポスへ向かわせていた。聞こえた？どう見てもコロシアムじゃないよね。ずれた、ずれたでしょ。またちょっとずれただけだって。すぐに会えるさ。とりあえず行ってみよう。そっちじゃねえよ。え？山があったら普通登るでしょ。空、高いところ好きそうだもんね。当然。おい、行くよ。
んなとこ来たことないよね。そうだ、やっぱりここじゃなかったのかな。おーい、ヘラクレス。虫ずが走る名前を呼んだのはどこのどいつだ。まったく、なんでこんな山の中でまであのムカつき野郎の名前を聞くんだ。はあ、なんだよ、歯ですかよ。なんで、またお前だか。親戚のおじさんでももっとリアクション大きいぞ。俺と親戚のおじさんを一緒にするな。ハデスがいるってことはヘラクレスは俺様とあいつをコンビのように言うんじゃねえ。だがまあいい、今だけだ。あいつはすぐいなくなるんだからね。また悪いこと企んでるんだろう。懲りないね。待て、何やる気になってる。戦略があるんだ。お前らと遊んでる暇はないんだよ。全宇宙が俺様に支配されるのを待ってるんだからね。大丈夫かな。負けすぎておかしなことを言い出しちゃってるけど。大胆族よ、復活の肩慣らしだ。まあまあの飛距離だ。あの方角は、まあいいか。ご苦労さん。さあお仕事に戻って。やれ、忙しい時に限って客が多い。一体何の用で。おいおい、久しぶりだってのに随分な挨拶じゃねえか。なんだ、今度はお前らか。あんたらに関わってうまくいった試しがないんだよ。もうハートレスも必要ないからな。今回は俺一人でやらせてもらう。さ、帰った。お帰りはあちらから。2名様、お帰りです。好きにするがいいさ。私もやることがあるからね。ただし一つだけ教えておくれ。この世界に黒い箱はないかい。黒い箱。箱。箱って言ったらゼウスが地上に隠したあの箱か。ほう、それはどこにあるんだい。
ら会えただろ。たまたまだけどね。早く下ろして。ごめんごめん。久しぶりだね、ソラ、ドナルド、グーフィー。まさか空から降ってくるとは思わなかったけど、元気そうだ。こんにちは。うん、ヘラクレスも。でも、何があったんだ？わかるだろ、いつものことさ。ああ、いつものことね。そういえばさっき、そのハデスと会ったよ。全宇宙を支配するとか言ってたよね。全宇宙だって？そりゃまた随分大きな話だ。まあ、ハデスが何を企んでいようが、僕がぶっ飛ばすけどね。さすがヘラクレス。